さて、そしたら行きましょうか、えー。第2問の問い3、回答番号10番の問題で、えー、じゃあまず問題読んでいくと、工場は原料や製品の輸送費が小さくなる地点に理論上は立地するとされている。その問りだね。で、次の図には、えー、何原料産地から工場までの原料の輸送費と、市場で販売する製品の輸送費を示した仮想の地域。 出たね。共通テストっぽいね。ほ <laughs> んで、以下の条件。こいつはね、条件が4つありますよ、と。ほんで、え図、ー、に中の1、2、3、4のそれぞれの地点は、工場の建設候補地を示したものであると。はは。ほんで、えー、そういう装備が最初となる地点は1、2、3どれですかってことね。わかった分かった。つまりもうこれは一言で言い表すと、何をテーマにした問題よ。 どうですかまずこの問題文の一行目。これこれ。原料や製品の輸送費が小さくなる地点に理論上は立地するとされていると。この理論、されているって書いてるけど、じゃあ誰がそう言うんわ <laughs> かりますこれは、もう、ウェーバーの工業立地論やね。アルフレッド・ウェーバー、マックス・ウェーバーの弟じゃん。でも、まあの、必ずチリの教科書に載ってる。 もう毎年のようにセンター試験でも聞かれてきた、ウェーバーの、おぉ、なになにラインが来た。はい。ちょっと黙っとってください,い。はいはい。ごめんごめん。えっと、なんやったっけ。ウェーバーの工業立地論やね。うん。で、もう、ここら辺も共通テストっぽいなって思うのは、架空の地域を示すと。だから、具体的に、例えば、ウェーバーの工業立地論も、もちろん、 今まで何回もこの繰り返しセンター試験の地理ビデオも聞かれてきたけど、あんまりこの仮想の地域っていうパターンはなくて、もうよくあるパターンは例えば、えん、ー、やろうな、缶詰工業とかね、缶詰工業はどこに立地しますかっていう文章があって、で、えー、魚、サバの水煮とかね、あと何、カニのほぐしみとかね、<laughs> あんな缶詰は、 腐りやすいと。せやから、もう漁港のある、うん、取れたすぐ近くで缶詰にしてしまって。で、缶詰にさえしてしまえば、3年から5年とか持つんやから、ああ、いいですよね、という話で。だから、缶詰工業は、えー、原料志向型やな、みたいな。原料志向。みたいなのが文章で聞かれたりっていうパターンは、今までももう繰り返しちゃったよね。 でもこういう繰り返し言うけど、仮想の地域っていうのはあんまない。やっぱ共通テストっぽいなーって思うところです。うん。で、なんだっ,たっけ。具体的に問題を解いていきましょうか。あ、その前に、ちょっと今、せっかくウェーバーって話が出て、この仮想の地域っていうのが出たから、やっぱり今後の共通テストの流れっていうのは、こういう今が100年ぐらい前の、なんていうか、あのー、理論、地理の理論を提唱したこういう偉人、 の理論をほんまに正確に理解してますかっていうのを通ってくる流れっていうのは絶対あるはずだよね。それで言うと、例えば来年とか再来年はもしかしたら中年とかね。これ聞いたことありますかウェーバーに比べたらもしかしたら少しマイナーかもしれないけど。農業立地論ね。例えば都市の近くに園芸農業とかが立地しますよとかね。腐りやすい、しおれやすい野菜とか。 えー、花とかあ、もしくは楽農とかね。もしくは林業、えー。かさばる木は、あの、昔はね、100年ぐらい前は馬車とかでしか運べへんかったから、まあ都市の近くでやろうと。ただ、運びやすい小麦とか散歩式農業は都市から遠くてもいけますよね。みたいな何言うたら中年っていう人がおったりとかね。他はどうこういう理論。うん、いっぱいおるけど、クリスタラーとかね。クリスタルラーって書いてるものはあるけど、クリスタラー。 この人は都市立地論というか、中心地理論って言った方が正確かな。都市は階層構造を持ってますよ、みたいな話ね。とかとか。まあこういう、う地理の偉人の理論を、やっぱりしっかり、えー、その論文を全部読めたらもちろん言わんし、僕も読んだことないけど、その一番真髄部分、もう要するにウェーバーやったら、えー、輸送費が最も小さくなる地点に工場は立つんや。 っていう、その真髄部分に関してはしっかり理解しておく必要があるかなと思います。でかで、もあの、周りくどくなったけど、問題の方を見ていくとやで、えー、これちゃんと取れてんかなあ、取れてるね。おしゃおしゃおっしゃおしえー、っとね、えー、条件をまず見ていこうかね。条件を見たときに一つ目の条件は何使用する原料は一種類である。あ、これ大事だね。 普通工業やったら2種類3種類の原料を使うけど、この場合は1種類であると。で原料産地がこの図ー,ーのここにあって、市場、まあ多分都市がここにあると。で基本的には四番から、あ番というかこの原料産地のここから市場のここに運ばれてここで消費されるということを想定してるっちゅうことだよね。で、2番目は、えー、そう輸送費は原料の輸送費と製品の輸送費の合計である。 まあまあ、これは普通さよね。単純やね。三つ目は、輸送費は距離に比例して増加して、距離あたりの輸送費について、あ、これが一番大事な条件ちゃうえー、原料は製品の2倍の費用がかかると。はは、これが一番大事だわ。つまり、原料の方がおそらく、ここから想像できるのは、原料の方が重かったり、かさばったりして、輸送コストが高いっていうことだよね。言い換えると、 原料の状態で長い距離運びたないっていうことやね。早く製品にしてしまいたいっていうことやね。を言うてると。<laughs> これでもうおそらく答えは決まったわ。で、四つ目は、市場や原料産地にも工場に建設できる。まあこれはいいね。っていうことから、もう答えは4番じゃ。<laughs> じゃろ。 <laughs> ここの3番の条件のここや。原料は2倍の費用かかんねんから、一番原料の状態で運びたくないから、原料産地に一致する。14番が答え。<laughs> ただ、ま、これやと、すっきりせん人も多いと思うから、まあ、一個ずつ細かく、見ていくと。した時に、じゃあ1番ね、まず1番。で、だからつまり計算、足し算せいっていうことやね。えー、市場に工場を作った場合。 どんだけコストかかりますか言ったら、このズーニーは、この実践で原料の輸送費を示していると。で、点線で製品の輸送費を示していると。1万円間隔で。つまり、ここで工場ここに工場を作るということは、ここで取れた原料原料のまま、原料の状態でここまで運んで,で、ここで製品にして、で、市場で売っていくということだよね。つまり、原料の状態で運ぶ分野から、実践の方を見ると。つまり、 1>, え1万円かかります。2万円かかります。3万円かかります。4万円かかりますよと。で、製品にして、で、その場で売っていくわけやから、製品の輸送コストはかからないと。っていうことだね。つまり、だから、厳密に書くんやったら、厳密かここか。原料の状態で運ぶのに4万円かかりますよと。ほんで、製品、 製品の状態で、えー、あ、先 <laughs> 生の字が違うやあ、やばいやばい。えー、っと、せ、ごめんごめん。製品の状態で運ぶのは、こう、厳密に書くのやったら、かかりません。0万円というかね、かかりませんよ。つまり、合計4万円ですよ。ってうこと言うてるね。で、次、2番、ここに工場を作る場合はどうですか言ったら、原料の状態で、 ここまで運ぶわけやから、1万円、2万円かかりますよと。んで,で、ここで製品にして、ここまで製品の状態で運ぶんやから、やから、ただ製品の場合は、こっちの点線を見るから。ここ,こが1万円ね。で、次もう市場やから、だからこれが1万円かかりますよと。つまり、合計3万円かかります。これも一応書いておこう。こっち、合計4万円かかりますよと。OK、もう同じように3番は、 え、1> いいち1い消さなあかんな。えー、3番は、ちょっともうこれはもう見るからにありえないけど、この一番遠いところに作りますよと。そしたら、こっからここにまず原料の状態で運ぶから、1万円、2万円、3万円かかりますよと。ほんで、こっから今ここに線がある1万、1万で2万かかりますよと。つまり、合計5万円コストかかりますよと。で、おそらくこれが答えであろう、4番。 を見ていくとまず原料が取れるところで製品にしてしまうわけやから原料の状態で運ばないわけやから原料の輸送コストはゼロね。ほんで製品にして軽い状態にした上でここに線があってここに線があるから1万円で2万円で運べます。つまり え、2万円で市場まで運べますよ。つまり一番合理的、輸送コストが安いのは2万円、4番ですよっていうの答えね。いいかなおっしゃ。んで終わっていいんかなもう一個ちょっと長くなりそうやけど、具体的にもう少し話しとくこの <laughs>、こっからはちょっと打速やから、もうええわっていう人は閉じてくれてもいいけども、この条件って多分、あ、これ皆さんも考えて、 見てくださいおそらくあの工業を想定して条件作ってるんよね。ねと思います。これ俺はおそらくこの2倍かどうかっていうのは分からんけども、えー、おそらくセメント工業なんかなと思うよね。えー、セメント工業の、えー、原料って何、うん、これは石灰岩やね。石灰岩を,を運んで。 工場に。ただ、石灰岩は岩やからね。重いし、かさばる。だから、岩の状態で極力長い距離運びたくない。だから、工場はどこに立地するか言うたら、えー、原料産地に立地しますよと。とつまり、何思考型か言うたら、その原料志向型やね。で、原料志向型の、もう原料産地の工場で加工されて、セメント。 に加工されてで、さらにそれがアスファルトとかね、になっていきますよ、ということだね。で、だから、もう少し具体的にちょっと Google e a で見てみますえー、日本の石灰岩の産地。あ、これ知ってるかな日本はエネルギー小国やってよう言われるけど、実は石灰岩に関しては自給率100%、やかにね、えー、自給できてるんよ。意外とね。で、じゃあ日本の石灰岩の産地ってどこ 石灰岩が取れるというか、石灰岩が養殖されてできる地形言うたら、言えますかこれはカルスト地形やね。で、ここも知っといてほしいかな。日本三大カルストってどこにある <laughs> それは一つは山口県のここら辺。言えますか秋吉台ね。で、二つ目が北九州の平尾台。三つ目が四国のここの四国カルストっていうところじゃ。まあ、あの、ほ、他にも例えば、 あ何から話したいかな。ま、ま、まずじゃあ、ちょっと、秋吉台見ましょうか。秋吉台のあたりをこう見ていくと、山口県のほんま、中、中央付近ね。まず秋吉台って言ったら、ここのことやね。秋吉台国定公園。例えば、鍾乳堂の秋吉堂がこの下にあったりとか、もしくはこの、えー、カルストロードとか書いてるやん。とかね、えー、展望台があって、ここら辺なんかポコポコ凹んでるのわかる これは何地形的には。うん。養殖されて凹んでるんや。これドリーネやね。ドリーネとか、ウバーレポリエとかいう話があるね。とかとか。まあまあ、それは良くて、カルスト地形の話で。ここにある。この白っぽい、これが石灰岩の露天堀鉱山やね。でここ、ここら辺にもこういっぱいあるやんけ。この渦巻き状にさ。あ、こんなん、あの、3D で見たらおもろいんちゃう。ちょっとここの渦巻き状にこう掘っていくんやけど、ちょっとこの右下に 3D のマーク。 押してみますね。そしたら、ほら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 。凹んでるのわかるこう下に下に下に掘っていって、ここに雨水溜まってんよね。ああ、いい感じやんか。これが石灰岩の露天堀鉱山やね。で、だから、もう一回ちょっと一旦戻って、上空から、だからこうやって地理の勉強したらいいと思うよね。この Google Earth 使いながらあ、同じようなとこ他にどこあるんやろう。さっきもちょっと言ったけど、秋吉台の他にこう上空から見て、 ちょっとこれはいろいろ情報があると見づらいから、一旦クリーンにしようか。例えば、えー、福岡県北九州市にもここになんか白っぽいのあるね。これそうじゃちゃうかなと思ってこう見ていくと確かにそうだよね。平尾台のとこにある、えー、石灰岩の露天堀鉱山ね。で、もう一個日本三大カルスと言ったら四国の、わかるもう四国全体の中でもなんかここだけやけに白いとかあるね。 これが四国カルストっていうで、高知県と愛媛県の県境ここ何だって言ったかな、ちょっと忘れた。風力発電とかこうしてるとこやけど。えー、ここにも、お石灰岩の露天堀鉱山あるね。まあ、それ以外にも、こんな言い出したきりなんやけど、例えば大分県の、ここ津久、つく、つくみ市のあたりにさ、あったりとかさ。他は、ちょっと今西日本ばっかしだから、北、えー、東日本で行くと、例えば埼玉県の秩父。 ちょっとこれは情報出そうか。えー、これで。埼玉県の、ちょっとこの西部の方の秩父市、ここね。の、例えばこことかね。こことかに、えー、石灰岩の露天堀鉱山あるね。他は <laughs> こんなん言い出したきりないけどな。もう一個ぐらい。青森県青森県の八戸市八戸市の辺りにも、ほれほれほれ、ここに石灰岩の。 露天堀鉱山ね。で、ここからベルトコンベヤで運ばれたりしとんじゃん。まあ、とかとかありますと。で、もう一回ごめん。もう最後になりますが、えー、秋吉台に戻って山口県の、ここね、もう巨大な石灰岩の露天堀鉱山があって、ここで、例えば石掘ります。そしたら、もうさっきから言ってる通り、その石はかさばるし、重いから、遠くまで運びたくないよね。石の状態でね。だからどうするか言うたら、すぐ近く、ここにセメント工場があるんよ。 ちょっと名前出てくれな、ね、そこそこ。名前は確かこれは、宇部さんあ、そうやね。宇部さん伊佐セメント工場。ここでセメントにしてしまいますと。で、その後、タンクローリーというか、タンクローリーじゃないな。ちょっと厳密に言うと、えっとな、えっとな、ちょっと待って調べよう。えっと、あれや、粉流体。<laughs> こんなん覚えないけど、粉流体、えー、運搬車ちょっと待って待って。運搬車 これこれ、こういうね、新明和工業とか有名やね。こんな、こんなん、粉流体運搬車。ええー、あの、コンクリートミキサー車みたいな言い方もするかもしれん,んけど。で、こんなんで運ぶと。で、その時、こんなんも雑学やけど、この宇部高山がおもろいのは、ここにね、こ,こ,れ,これ、宇部高山専用道路っから、このセメント、ここが石灰岩からここに運んでセメントにしましたと。 で、さっきの分流帯運搬車で、こっから宇部高山専用道路、これどこまでこう、こう繋がってると思う,こう、こっちの方まで。実はずーっとこう行って、途中この一般的な高速道路と並行してさ、トンネルとかがあったりとか。でずーっとこう行って、どこまで行くかっちゅうたら、よいしょ。わかるかね こ,ここから出発して、こ,こ,こう来て、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 途中、新幹線とも交差してさ、山陽、大野田市通って、で、宇部市のこ、こ、こら辺まで来るね。で、この港のとこまで運んで、で、そっから船に乗せ替えて、えー、輸出、輸出というか出荷していく。つまり、だからこれな、実は雑学やけど、何キロあると思いますか峰市から宇部市まで。これも Google Earth でちょっと測ってみると、 えー、もう直線でざっくりここからここまで25キロ。まあ、多分ぐにゃってる、ぐ、曲がってるから30キロぐらいあるんよ。うん。これ実は日本で一番長い指導なんやね。指導って言うてもあれやで。あの、市町村の市じゃなくて、あの、これね、私の道という意味の指導よ。日本最大、最長の 指導はこの宇部孝さんが持ってるっていうの。まあ雑学やけど知ってたえんちゃん <laughs> っていう話です。何が言いたかったんだっけあ、だからそうそうそう。えー、っと、繰り返し言うけども、この、えー、セメント工業なんかは、石の状態は重くて運びにくいから、そのすぐ近くに工場を立地しますよと。えー、原料思考型の工業ですよと。で、おそらくそれを想定してこういう条件作って、で、それがこういう架空の 地図で聞かれてる原料産地に、えー、立地しますよってことね。OK。はい。ちょっとまどろこしい説明ですが、終わります。